こんにちは。今日は、いよいよ第9回状態方程式に入ります。前にやった、ボイル・シャルの法則ですね。それの式はどういう式だったかというと、 t 分の pv が一定であると、という式でした。で、今日はですね、この、一定というのはどういう値なのか、具体的にどういう値を取るのかということについて考えてみます。で、この値というのは、気体のモル数によって変わりますので、まず1モル、気体1モルについてですね、この t 分の pv という値がどういう値を取るのかということを考えています。で、その時にですね、実際に実験をして、1モルの気体を容器に閉じ込めておいて、その温度と圧力と体積を、体積1リットルですね、1リットルじゃない、体積を測れば、この値は計算できるわけなんですね。でも、実験するまでもなく、私たちはあるその特定の条件の下での体積を知っていますよね。それは何かというと、標準状態ですね、0°C1 気圧において、1モルの気体がどういう体積になるのかということを知っているわけです。で、それは、273Kという温度の時に、圧力はパスカル単位で、入れましょうかね。 1.013×10^5 パスカルでしたね。そして、その時の体積が何リットルだったかというと 22.4 リットルですね。で、これを計算しますと、どういう値になるかというと、8.31×10^3ですね。で、まあ、単位はパスカルリットルパーケードという単位になりますけれども。で、どんな温度、どんな圧力を、どんな体積をとっても、この値は一定であるというのが、ボイル・シャルの法則だったわけです。で、次にですね、気体2モルについて考えてみましょう。気体を2モルにしたときに、まあ、同じく標準状態で考えますと、その体積はいくらになるかというと、当然1モルの 22.4 リットル、それの2倍になりますよね。つまり273/1.013×10^5×22.4×2という計算になりますね。これはいくつになるか。そこで先ほどのこの値を R と置きましょう。そうすると、ここはその R の2倍になりますね。で、2モルの気体については既に、この値を取るということになる。で、ずっといって、3モル4モルとなるにしたら、これ3倍4倍になりますけども、気体 N モルについて考えると、それはどういう式になるかというと、この t 分の pv の値は、この定数の n 倍ということになりますね。で、これの分母を払って、pv イコール nrt、 これが、理想気体の状態方程式、理想気体っていうのは何なのかっていうのは
また別の機会に説明をしますけれども、これが状態方程式、理想期待の状態方程式と言われるものですね。そこで、単位ですけれども、この R の単位ですね、これ、まあ、期待定数と言いますけれども、ちょっとこちらに書きますと、R イコールに直したときに NT 分の PV という形になりますけども、この単位は、P が パスカルですね、から V がリットルですね、で N がモルですね、で T が K ですね、パスカルリットルパーモル K という単位になります。でこれがまあ期待定数ですね。でこの期待定数というのは、パスカル単位で取ったときに、パスカルおよび、体積をリットル単位に取ったときにこの値になりますけれども、これはまあいろいろ変わるんですね。例えば、まあ、昔よく使っていたんですけれども、パスカルで気圧単位を使いますと、ここの計算はどうなるかっていうと、1点じゃなくて1気圧ですね、1気圧かける 22.4 リットル、それを273計量、これが 0.082、この場合の単位は、1モルあたりですね、アトムリットルパーモル K と、という形になりますね。で、ある時は 8.31×10 の3乗、またある時は 0.082 というふうに、まあ、いろんな形で与えられる場合がありますので、まあ、自分で計算をして、その値を確かめておくといいと思います。暗記するのではなくて、忘れたらその都度こういうふうに、値を自分で計算してみるとということを何回かやっていると慣れてくると思います。ぜひやってみてください。それでは次は10回目ですね、理想期待の状態方程式の演習問題をやります。それでは。